その、はい、どうも、アイメロンです。駅当選エクストラバースト、本日もやっていきたいと思います。今日からイベント決戦ウェディングデールの後半戦がスタートしました。後半戦のピックアップガチャはケミコとなっております。では早速見ていきましょう。はい、まあ早速と言ってもね、もう2時間以上待たされてるんですが、今年入ってからっていうか、まあ最近まではね、結構アップデートも安定してて、あまりメンテ延長もなかったんですが、はい、今回は2時間以上延長ということで、まあ原点回帰と言いましょうか、初心ワクスルルベカラブということで、うん、個人的にも見習っていきたいなと思いますね。はい、なんでまあ比較的長めの久々のメンテ明けだったんですが、ビジュアルはだいぶムチムチしてますね。基本域当選って結構ね、大胸筋をね、こう前面に押し出してくるパターンが多いんですが、さっきホーム画面に置いといたキョチョとか、今回のヒミコはね、お尻ピックアップということで、個人的にはね、あんまりお尻にこうグッとくるものを感じないんですが、好きな人には結構たまらんアングルなんですかね。まあでもこれバーストしてのからの向け具合によっては結構けしからんことになりそうですね。それはちょっと興味ありますね。はい、じゃあ性能見ていきますか。チャペルマスターヒミコ、闇属性の武器が盾で光栄となっております。リーダースキルが色褪せない思い。闇属性投資のスキル EB によって付与した効果の効果時間 25% 延長。シェアイドマックスで、付与した効果の効果時間、50% 延長。付与スキル、1つ目が、気を逸せず、15秒間パーティーの行動間隔を 20% 短縮する。2つ目、アンデの霊装、15秒間パーティーの余ダメージを 30% 上昇する。3つ目が、フォーチュン社員、パーティーの中から味方1人の HP を回復する。回復量は使用者の回復力の 25% となる。エクストラバーストが1つ目、リバイバルブライト、すべてのパーティーの HP を回復する。回復量は使用者の回復力の 100% となる。追加効果、パーティーに自動復活効果を付与する。回復量は対象の最大 HP の 30% となる。 HP プラス500。2つ目がチャペルゾーン、15秒間パーティーの余ダメージを 40% 上昇する。追加効果、EP プラス1000となっております。はい。じゃあ、リーダースキルから見ていきますか。リーダースキルが新しいですね。スキル EB によって付与した効果の効果時間が延長されると。しかもシナリオとマックスで 50% 以上の延長なんで、かなりでかいですね。まあ、似たような効果としては、まあ、CT 短縮が近いのかなと思うんですが、まあ、ただね、バフがね、キャラによってね、スキル1差のどこにあるかとか違うのもあったりとかしてね、なんだろう、うまいこと噛み合わないことが結構あったんですが、まあ、このリーダースキルであれば、まあ、バフ持ちのキャラであれば、スキルどこに設定されてようが、恩恵を受けられるので、汎用性は高そうですね、結構。どうなんだ、実際に見てみようか。私かんだから闇属性で光栄は無理だから、前衛中衛で、まあ、バフを持ってるキャラは、まあ、大体みんな恩恵受けられる。例えばカンウだと、まあ、1個目のスキルは CT100、 あ、 CT じゃない、効果時間180秒だから意味ないと。スキルも意味ないな。まあ、エクストラバーストだけですかね。追加効果の効果時間が、まあ、15秒間あるんで、これが、だから 50% アップだから、7.5 秒 ?22.5 秒になると。ちょっと恩恵としては薄いかなって感じですね。ちょっとっていうかかなり薄いですね。前衛の本件であれば、あ、本件じゃないや、本作であれば、パーティーの余ダメージ 50% 上昇効果が15秒から 22.5 秒と。で、1個目のバフが75秒の 50% アップだから 37.5 足して
100?12.5 秒、尻120秒だから、まあ、ほぼほぼ、だから、まあ、単体攻撃引き受けと、ヒダメージ軽減が、っていうことができる。で、さらに、煮込みのスキルも、バフの効果時間伸びると。3つ目は関係ないですね。なるほど。孫権、孫石じゃない、まあ、間違えた。孫作は結構恩恵受ける人ですね。で、力は、1個目は180秒だから意味ない。2個目は効果時間30秒から、45秒に伸びるのか。結構でかいですね。あ、さらにスキルレベル上がってれば、これ効果時間も伸びるから、さらに、いっぱい恩恵受けられる。で、3つ目のスキルも関心率上昇ついてるんで、これが10秒伸びると。うん。で、さらにエクストラバフトが、1個目が50秒間の行動間隔短縮バフト。さらに関心バフも伸びるんで、あ、予風かなり相性良さそうですね。予風はめちゃくちゃ相性良さそう。今回のヒミットと。んで、Cさんは、まあ、エクストラバーストが、ダメージを処罰ついてるんで、まあ、これが10秒伸びると。ただ、通常スキルがまあバフないに等しいんで、まあ、3つ目はバフっちゃバフなんですけど、これは、まあ、2個目のスキルをね、使うための、まあ、生贄となる用のバフなんで、あんまり、効果時間伸びることに対して、意味はないですね。Cさんはちょっと微妙かも。Cさん、缶は微妙かな、中衛の。うん。前衛の缶は、まあまあですか、まあまあぐらい。うん。で、そらバーストも、そうですね。バフなんで、まあ悪くないですね。転移も、1個目2個目のスキルバフで、で、さらにエクストラバースでも、短縮バフがつくということで。うん。だから結構、まあバフ持ってるキャラはね、多いんで、まあ、ほぼ、持ってないキャラはいないに等しいんで、だから基本どのキャラでも恩恵は受けられるのかな？お姉さんは意味ないか。あ、でもそんなことないな。エクストラバースとか。うん、これが40秒も伸びるから。結構ね、面白そうですよね。まあ、ただ、あくまで効果時間が伸びるだけなんで、火力のアップには貢献しないんで。愛されてる、まあ。トータルダメージはもちろん上がるんですけど、うん、瞬間火力が上がるわけではないんで、だからスコアターではちょっと使いづらそうですね。スコアターというよりは、まあ、結構ダメラン向きなリーダースキルかなと思いますね。はい。で、次のスキルが、一つ目が行動間隔短縮バフト。効果時間15秒間と、まあ別にそこまで長いことはないんですが、CT 比較的短めなんで、うん。まあまあ回るんじゃないですかね。リーダースキルも合わせて使えば、これが 7.5 秒 ?1 個目と2個目、どっちも15秒ですけど、これがそれぞれ 7.5 秒に効果時間が伸びるんで、うん。まあ、ダメランならかなり強いんじゃないですかね。スキルレベル1でも 20%。で、今回スキルレベル2から配置されるのかな？なんで 21%。ダメージ上昇。スキルレベル2で 32% ってめちゃくちゃでかいですね。スキルマックスで 45% 上昇なんで。通常スキルは、どっちかっていうと、まあ、スコアタ向き。まあ、スコアタ向きというか全然ダメランでも強いんですが、スコアタでより重宝される、バフですね。かなり強力。うん。自動スキルで45秒は、45秒じゃない、45% は破格ですね。今、光栄で、まあ、闇属性使うってなると、まあ、大体、超飛かあとは、野球かなあたりなんですが、ここら辺はスキルレベル上げても 30% マックスですよね。確か。なんで、まあ、よりね、瞬間火力、大ダメージ狙う場合は、今回のヒミコ、まあ、必須レベルになってくるんじゃないかなって感じですかね。で、三つ目が、パーティーの中から、の単体回復ですね。はい。なんで、回復性能はね、公演にしてはかなり弱そうですね。で、エクストラバーストが二つ持ちで、一個目が全体回復プラス、自動復活効果と、リレイズ持ち。意外といないですよね、あんまり。うん。まあ、役に立つこと、役に立つことっていうか、まあ、リレイズ必要になる
ないと攻略苦しいような展開もあんまりないんですが、まあ、回復プラスリレーズ持ちと。まあ、こっちはまあいいでしょう。あ、まあ、EP プラス500もついてるので、燃費は、もう結構いい。まあ、その代わり CT150 秒なんで、まあ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 、ダメランでも、まあ2回頑張れば使えるとはいえ、まあ、使う機会は1回でしょうと。で、2個目ですね。こっちが結構破格な、じゃなってますね。15秒間パーティーのダメージ 40% です。で、AP プラス1000もついてるんで、まあ、実質コストなし、ただで打てると。でね、まあ、今回からね、EB のレベルも上げられるようになったんで、EB のレベル5まで上げると、まあ、最大パーティーのダメージ 50% 上昇と。いうことで、通常スキルでね、スキルマックスで、45% 上げられる上に、さらにエクストラバーストで、最大 50%、合わせて 95%、まあ、ほぼ倍のダメージを、与えられるバフをかけることができると。これはもうやばいですね。特にね、スコアターね、開幕一番バフ乗るタイミングでね、どれだけダメージ出せるかが結構肝になってくるんで、今回のこのヒミコはもうスコアターでね、上のランク目指すならもう必須レベルの性能になってるかなと思いますね。はい。ちょっとバフの性能が、余ダメージ上昇効果が破格すぎるんで。これは、久々に、光栄ぶっ壊れレベルのキャラ来たかなって感じですね。特にスコアタに特化してるかなっていう印象ですね。はい。まあ、リーダースキルはね、でも、ダメランでも使えるんで。まあ、正直どっちでも、で使っても優秀かなと。特にスコアタで、まあ、闇属性、がっちり人であれば、まあ、今回のヒミコは、もう、絶対取っとかないといけないレベルかなっていう感じですね。これは強い。属性縛りがなければね、正直どこに連れてっても、いいレベルですね。ただ、カーンと合わせたら、多分これバフ全部乗せてカーンの EB 打ったら間違いなく即死するんで、カーンでも仕留めること前提になりますけどね、カーンで使うとなると。余ダメージアップだと、結局、自傷ダメージ分にもこのバフが乗っちゃうんで、とんでもないダメージ返ってきちゃうんですよね。やばいな、しかし、これ前衛の操作と合わせたら、どんぐらいダメージ出るんだろう。いや、これは、やばい。これはめちゃくちゃ強い。いやー、そうっすね。なんで、ちょっとどうしようかな、これ。一応天井回す分、あ、いやで、あ、回しきれないか、これ。あ、どうだろう。ギリギリ回せるのか。あ、でも、そうか、優勝2500だから、回せないか。まあいいや。とりあえず、優勝から回していきますか。優勝まで回して出なかった。ああ、まあ、次も今回回しますか。前回、ちょっとスルーしちゃったんで。回していきましょう。はい。じゃあ、まず優勝2回から。まあ、ここでね、出ちゃえば、何の問題もないんで。最近引けてないんでね、そろそろ引けるんじゃないかと、期待して、2回回していきます。1回目、GO! 止まって、止まって、止まって、はい、ダメ。ダメや、最近全然この 12% が引けない。天命を待つ。あ、同時に出るの見てなかった。見つれてるけど、スキップ出てるんでダメって。はい、飛ばした。全部紅茶なんでピックアップではないですね。ピックアップ誰だ？イノゼーの弁慶と光勢のドーマンと。まあ、どっちも持ってるんで、ローディング入った時点で、確定ですね。ドーマンは、スキルレベルももうマックスになっちゃってるんで、できれば弁慶の方が欲しいですかね。スルーするなら。はい。じゃあ2回目。止まって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 、ちょっと長い？どうだ？いや、でも、どうだろう。微妙なラインだったな。人事を尽くして。
天命を待つ。まあ優勝なんで出てるは出てると。これは確定でよろしいか？よろしいよな。多分ピックアップ以外こういうしか出ないもんね。去年のも入ってますかないよね。よっしゃー、久々に 12% 引いた。そう、私も闘士の一人。私を呼ぶ時は卑弥呼と。シリグネグネしてますね。もうそろそろね、ずっと外してたんで、もう引けるんじゃないかなとは期待してましたが、よかった、引けた。今回の卑弥呼、これちょっとやばくないですかね。まあ、性能的な意味でね、絶対強いと思うんだよな。あ、もうこれスキルレベル上げるとね、最大ヨナミージ 45% まで上げられるんで、これスキルレベルも上げたくなるよな。あ、エクストラバースの方は上がんないですよね。こっちはこっちで別で上げないと。いやー、金のかかるキャラが来たな、これ。闇、なんか闇ばっかなんか強いキャラ多くないですか？闇充実してるな、すごい。もっとね、風とかね、もっと充実させてほしいんですけどね。水はまあまあ、なんだろう。水もまあ、若干、そう薄い感はあるけど、まあ、ただね、水は、いつも大好きな、天意がいるんで、天意を少しでも長く使いたいから、まあ別に水はそこまで強いのを出さなくてもいいですけど。ずっと繊維使っていきたいんで。愛されてると思う。天に。じゃあどうしよう。スコアッターは前回の時見たもんね。あ、見たよね、確か。そうだよね。こうちゃんに輸送されたの今週入ってからだもんね。だから、状況何も変わってないです。やってないんで。はい。月曜の朝やったきりなんですけど。まあ、順位だいぶ落ちてきましたね。うん。まあね、もう、今回は結構柔らかめなんで、もうここまで来ると、もうほんと早打ちゲーなんですよね。どれだけ、フリック入力を早くできるかと。まだ、あ、もちろん行動感覚短縮とかね、もうあるんですが、そこをやりきって、そこからさらにね、もうなんか、0コンマ何秒争う、もうフリック入力対決みたいになってくるんで、うん。まあ、なんか、あんまり、個人的には、まあ、そんな好きじゃないというか、うん。あんまり面白くないんで、はい。まあ、だから今回は結構柔らかめなんで、すでに、ダメージ足りてる？現存のキャラで、ダメージ足りてるんで、まあ、卑弥呼が、終わったからといって、うん、この状況が変わることはないかなと。あ、だから、今まで、特撮できてなかった人が今回の卑弥呼を使うことによって、このね、早打ちバトルにね、参戦できるようになるっていうことはあるかと思います。はい。ただ、現状上位の人たちには、まあ、特に影響はないかなと。いった感じですね。はい。僕は影響系、もしかしたら、今回の卑弥呼を使えば、タイム短くなるかもしれません。僕の場合は、ポリオのね、ちょうど、臨床性下がる武器、積んでやっと出せるぐらいだったんで、まあ、卑弥呼使えばね、タイム縮まるかもしれないですね。はい。やるかはわかりません。うん。はい、じゃあ今回は久々に優勝できましたと。いや、よかったと、シースクラップ戦で。正直、うん、性能的にはね、めちゃくちゃ強いんで、天井まで回す覚悟で、来てたんで、まあ、リクルート運転できてよかったです。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回、バイ。